あいつは。リーダこの、お前もか。兄さん。超能力持ちの兄弟がいるなんて聞いてねえぞ。弟を離せじゃないと。お、いつ前にバリアなんて張ってやがんのか。人に抜けちゃダメだけど、今は別だ。なめるなよクソガキ。思い出した、この人いつか見た大人の超能力者だ。超能力者のガキにはそれ用のお仕置きの仕方ってもんがある。うわ、面倒がけん。また殴ってくる。こういう大人になりたくないな。泣き、軽いな。よくぶれ。苦しい。開けない。吸えない。お腹が熱い。驚いたか。俺の技はお前のバリアを掘削機のようにうがつ。兄さん。待てよ。弟を守るんだろ。まずい。殴られすぎているぞ。死ぬぞ。マジかよ兄さん。やめろ。もうやめてくれ。連れて行け。それが目的なんだろ。だから賢明な判断だが俺は意地悪でね。その顔が気に入らんな。敵意満々のその顔がな。おい、お前、こんなの初めてだ。わかるか。ああ、僕も敵。俺が手をつかされた。あんなガキに。あの男、終わった。僕たちにひどいことをした大人のお兄さん、言っとくけどお前のせいだからな。二度と僕たちの前に顔を出すな。面倒だ。さっきとは別物。